鳥はなぜ飛んでるの？花はなぜ咲いているの？手のひらの隙間から光が溢れてる。知らなかったけど地上を滅ぼすために冥界を後にした。そこで知ったの地上の遊び。私は全然素人なのに、あれもこれもみんな興味あるから学び続けてきて今日に至る。例えば短歌、例えば俳句、言葉の美しさ込めるラップ、魔法のごとく、とにかくインフムリーリ、まるでロイヤルミルクティーに似た思考の言葉。もっと知りたいの地上のことが、天に向けてかざす手のひら、滅ぼすの待ってあげてもいいわ。鳥はなぜ飛んでるの？花はなぜ咲いているの？手のひらの隙間から光が溢れてる。空にある丸い月、何を思い浮かんでるの？ラララ風だけが笑ってる。今日も召喚するのよドクロ。地上ではそんなことも一苦労。魔法でなく物理独特の法則が支配する。トクトクと心臓が音立てるのはなぜ？たくさんの要素が音色奏で織りなす生命の美しさを地上ですぐ知ったの。ここでは少し強すぎた命の力、それだって一人一人の死から。始まる世界に終わりはないの。あなたと入れたら永遠に笑いの、死んだらずっと一緒ね。それまで待ってあげたっていいの。でも代わりにもっと教えて命のこと。この空へ羽ばたいて、全て失うとしても目を閉じて触れてみる。花の種に変わる。鳥はなぜ飛んでるの？月はなぜ浮かんでるの？ララ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 魔法の合言葉。風はなぜ止まないの？月はなぜ浮かぶの？鳥はなぜ飛んでいるの？